リニア中央新幹線の工事で大井川の水が減る問題について金銭的な補償に触れている川勝知事ですが、補償があれば工事を容認すると解釈されるのは誤りだと否定しました。金銭補償さえあればリニアの本体工事を容認するという発言なんじゃないかという解釈がされてますけれども、それについてはどうか。それは誤りです。中間意見書を出しておりますが、そこで水質や水量やあるいはその、土砂の管理であるとか、さまざまなことをお聞きしているわけですね。こうしたものがクリアにならない限りですね、工事などは入れません。川勝知事は今日の会見で、金銭的な補償があれば工事を認めるわけではないとの見解を示しました。川勝知事はこれまでに JR 東海が行うべき地域貢献策として金銭的な補償を示唆していました。一方、牧之原市長は今日、大井川の水問題は金銭で解決する問題ではないと主張しました。使う側としてこれ本当に重大な問題です。ですから水を減らすことは微対一もやっちゃならん。牧之原市は飲料水のすべてを大井川の水に頼っている地域です。これ本当に上から目線で全く双方が真っ向から対決して喧嘩をしている。杉本市長はこのように JR 東海の姿勢に苦言を呈しました。